ラウンドワン。さあ今日の第5試合59キロ賞金トーナメント、そのトーナメントで1回戦、これが最後の試合ということになります。赤コーナー浜本キャット雄太、そして青コーナー深田和樹、第1ラウンド戦いが行われています。さあこのマッチアップ、財前さんいかがでしょう。まあ、この試合ですね、偶然と申しますか、両選手ともにですね、はい、キック、純粋のキックばかりの試合ではなくてですね、他の、投げとか寝技とかあるような競技にも参戦してるというかね、偶然というか、他の選手はみんなキック系なんですけれども、はい、この2人だけが、特に、まあ、浜本選手、さまざまな異種格闘技にも挑戦しているというかね、その、そしてですね、深田選手も投げもある、それから締め技とかそういうものもあるというシュートボクシングですね、はい、ですから、まあ、ここはキックのルールなんで、まあ、両選手ともキャリアありますので、おそらく1ラウンド様子を見て2ラウンドで勝負に出てくるような動きを見せてくるんじゃないかと思うんですけれども、はい、どうなんでしょう、その戦いの中で、まあ、先ほどその寝技ですとか関節ですとか、まあ、違うまた格闘技の経験があるというのは、このまたキックボクシングという部分でも何かこう役に立つといいますか、垣間見えるというのはあるんでしょうか。それはあんまりないと思います。全く違う競技ですからね、ただやはりその試合経験といいますか、ある意味時間の使い方という部分はやはり多いですよね。そういう部分もあるんでしょうね、当然キャリア積んできますと、やっぱり相手を見るという部分とかですね、はい、どういうタイプの選手であるとか、1ラウンドでお互いに探り合いをしてですね、あとはその勝負どころというのも、まあ、ある程度もここまで実績ある選手同士ですので、そうです、嗅覚というのは鋭いものがお互いあると思います。さあ手元の時計ではすでに第1ラウンド終了まで1分を切っています。コーナーじわりと追い込んだのは深田ですが、ここはブレイク、ぐるりとコーナー、そしてリングを広く使っていくのは浜本。残り時間30秒。比較的浜本の方が距離を取ろうというそういった動きもあります。コーナー一気に反転してニュートラルコーナー、膝を出していきましたがブレイク、残り10秒。第一ラウンド終了です。やはり静かな立ち上がりとなりました。しても若干様子見の部分を見られましたので、はい、3ラウンドですからね、もう2ラウンドは当然動きを変えて、相手 の様子を伺ってましたので、大体どういうタイプの選手でどういう動きをしてくるというのも頭に入ったと思いますので、はい、2ラウンドはちょっと動きが両選手とも変わってくると思います。あとはトーナメントここまで3試合終わっていますが、いずれも第3ラウンドまでやはり持ち込んで、まあ、その2試合はもう判定ということにもなっておりますので、そういう部分でも早く決め切りたいというのもありますが、まあ、やはりここもリスクという部分もあると思いますので、やっぱり攻め込むとね、カウンターを食らったりいうことも警戒しないといけないんで、やっぱり慎重にならざるを得ない部分もありますし、はい、そういう部分でも、まあ、この第2ラウンドのまた戦い方という、まあ、第1ラウンドから変化はもちろん出てくると思います。第2ラウンド、このラウンドは両選手ともに必ず点数が増えてくると思うんで、はい、青コーナー深田の方はここまでの戦績32戦19勝13敗19勝のうち7つ KO、 対する浜本の方は27戦13勝10敗4分け13勝のうち4つ KO となっています。まあ、いずれも30試合前後の試合経験がある浜本、そして深田、その試合運び
まあ、1ラウンド3分、その3分の使い方という部分も熟知している者同士です。年齢も深田が31歳、浜本も28歳、大きくその年齢自体は離れていません。第2ラウンドはどうでしょう、一気にこうお互いの距離が近くなる、まあ、今のようにクリンチ、そしてブレイクとなる部分が少し続きました。そうですね、両選手ともにもう少し蹴りを使った方がいいんですよね、うん、まあ、結果その蹴りというのもこうハイキックですとかそういう部分ではなくてこう膝蹴りという感じがしますね、結局ですね、前蹴りからですね、はい、相手を前蹴りで相手の距離を測って、そこから蹴りをどんどん払っていけばいいんですけれども、うん、一瞬今のは深田が追い込んでいきましたが逆に浜本も返していきます。右のミドル、ここでパンチ、やはりこの至近距離浜本の方は膝蹴り繰り出していきます。まあ、同じように深田の方も距離はギュッと詰めていきますが今のように体をまた反転させて膝を入れていくのは浜本です。残り時間30秒。さあ残り時間30。ややキック前蹴り、そしてミドルなどは浜本が多くなっています。膝蹴りも距離が一気に近くなってここで繰り出していくというそういった部分、第2ラウンド浜本の方は多くなっています。逆に深田の方がそれを受けるような形、まあ、そしてクリンチで逃げるという部分です。第2ラウンド終了です。第2ラウンドの戦いいかがでしょうか。そうですね、あまり差は出てないように思うんですけど、まあはい、この試合も3ラウンドが3ラウンド決着ということになると思うんですけれども、ねえ、まあ、どちらかといえば浜本の方がこうキック主体という形、前蹴りから距離を一瞬取ってそこから今度は一気に距離を詰めての膝蹴り、ロープコーナーに追い込んでからの、まあ、波状攻撃という部分が少しありましたからね。そうですね、まあ、2ラウンドどういう採点が出ますかね。はい、まあ、ただそれが有効的な部分がどれだけあったかというのはあまりこう感じなかったというふうにありますけどね。はい、1名深田選手ということなんですけど、そうですね、深田選手はね、自分のペースでうまく持ちこ試合を進めているようには思うんですけれども、はい、ラウンド3、さあ第3ラウンド、一気にギアが上がってきた。スピード、パンチの応酬。そうですね、この辺はあっとダウン、額鼻のあたりからここは出血、開始早々に浜本が繰り出したパンチ、ここはドクターが入ります。青コーナー深田選手にドクターチェックが入ります。第3ラウンド開始早々に繰り出した浜本の攻撃、パンチだったと思いますが、それによって出血有効でございます。今のは肘が当たったんですね、肘ですね、はい、ちょっとガードが下がったところを食らったんですかね、さあ試合再開。肘の有効だという部分で場内アナウンスがありました。赤コーナー浜本、うん、こうなりますとどうでしょう、深田の戦い方、ゲーム運びというのはどうでしょう。
鼻から出血してますんでね、息がちょっと苦しくなりますんでね、はい、でも流れ的には深田選手の方に持ち込んでるのかなとも思うんですけれども、まあ、この出血によってですね、ちょっと形勢が変わる可能性もあるので、うん、浜本の方はやはりその、まあ、非常に有効だという部分もありますので、流れを一気に引き寄せたいという部分はありますよね。 そうですね、はい、もう深田選手の方は呼吸苦しくなりますんで、浜本選手はその点をついていくというか、あの当然顔面パンチ肘ですね、はい、そういうのを狙っていくと思いますけれども、さあすでに第3ラウンドに入っています。開始早々にこの第3ラウンド、浜本の肘、これが深田への有効だということになりました。それによって深田の鼻のあたりから出血、一旦ドクター入りましたけれども、試合は続行です。うん、ただ深田の方もじわりじわりと追い込んでいます。前に出るのは深田、ここで浜本の変に受け身になってしまうといけないですよね。そうですね、でも浜本選手もう逃げに入ってますんでね、はい、それもうある意味こう試合の流れといいますか、狙ってということなんでしょうか。そうですね、もう当然あの体力消耗しないようにいうことで、はい、対する深田の方はどんどん前に行きます。第3ラウンド残り30秒、うん、またここも深田が盛り返してきたか。賞金トーナメントの1回戦最後のマッチアップということになっています。浜本対深田、残り10秒、ここでゴング、終了です。ただいまに判定に入ります。判定結果をお出します。ジャッジセチェリー29対27、赤浜本。ジャッジ川原29対27、赤浜本。ジャッジ福永29対28、赤浜本。以上3対0の結果をもちまして、勝者赤小倉浜本キャット優勝。第3ラウンドの有効だという部分で浜本軍配上がりましたね。そうですね、もう3ラウンドの